馬正吉は、韓国出身の元プロ野球選手、野球指導者。本願は、長考場士。団国大学校卒業後、2002年、高校卒業時に、ドラフト指名を受けていたハンファイーグルスに入団。しかし2004年、韓国プロ野球平営危機被事件の容疑者となり、2005年から入隊。翌年除隊された。右サイドハンドの中継ぎとして活躍し、 2006年から2007年まで軍に入隊後、2008年ハンファに復帰。2009年は前年より成績が下降し、サーン不足のチーム事情もあって、2010年3月12日、金銭三国ウォンと共にバイチゲートの交換トレードでネクセンヒーローズに移籍した。ハンファイーグルス時代の背番号は49であったが、ネクセン移籍後は21。 2011年まで中継ぎとして活躍してきたが、2012年は膝の故障で一軍登板がなかった。2013年は中継ぎで4勝と復活し、2014年は4年ぶりに50試合以上に登板した。2015年11月、自身初の FA を行使し2年契約でネクセンに残留した。2016年は自己最多の6勝を記録。 2017年シーズン途中の6月に引退を宣言し、ブルペンコーチに転身する。2018年5月8日、ネクセンの本拠地、公爵スカイドームにて引退セレモニーが実施された。2020年シーズン終了後にネクセンのコーチを退任、同年12月に、韓国の軽機動独立リーグの球団、スコアボンハイエナのコーチに就任した。ありがとうございます。